では特集です。今日8月15日は終戦の日です。78年前、愛知県の軍需工場で働いていた金沢市の女性が一冊の寄せ書きを保管していました。したためられていたのは戦時下に生きる若者の思いでした。8月6日、その人は今年も式典の準備に追われていました。中山正一さん、75歳。戦時中、愛知県の軍需工場で空襲にあった犠牲者を毎年8月に慰霊しています。この日の最高気温は 36.3 度。しかし中山さんを悩ませていたのは猛暑だけではありませんでした。だいぶ前から言われてないけど、毎年ひどくなってきて、はい、離れてきてたから、入ってくるものがなくて出てくるだけのものになっとるから、詰めて詰めて、できることは自前でみんなこうやっとるんやけど、まあ今も話してたけども、2年後の80年戦後80年をどう乗り切っていくか、それが今頭痛いところなんでね。殉難乙女の像は、戦時中女子挺身隊員だった女性たちが1962年に金沢市の宇多津山公園に建立しました。中山さんの母親も元挺身隊員でした。中山花子さんが石川県から徴用されたのは1944年9月。徴用された女性は女子勤労挺身隊員と呼ばれ、花子さんは愛知県の豊川海軍工廠へ勤労動員されました。当時東洋一の兵器工場と呼ばれていました。体があんまり強くなかったというんで、なんかね、事務局の方へ回されたって言ってましたね。で、事務をやってたと。終戦間際の1945年8月7日、豊川海軍工廠はアメリカ軍の空襲を受け、2500人以上が死亡。石川県の挺身隊員52人も犠牲になりました。もう無我夢中で走っていって、もう芋畑行こうして、芋畑を目がけて走っていって、芋畑に隠れとったっちゅうんですね。おくろがこれ亡くなってから目にしたもんなんで、工場から去られる方が書いていたもんでしょうね。2018年に91歳で亡くなった花子さんは、海軍工廠時代の資料を残していました。その一つが寄せ書きと書かれた綴りです。工場から去っていく人たちが書いた文章とみられました。寄せ書きは19人分あり、その大半が立命館大学の学生でした。おはようございます。母親の残した寄せ書きは何を物語っているのか。中山さんは京都の立命館大学を訪ねることにしました。こういう人たちの住所とか、そんなのがもし分かれば、それ伝ってうちの方でなんかもしも存命でやって話が聞ける状態なら、ちらっとここにどんな状態だったのか聞きたいなと。立命館大学の歴史資料を収集保存している立命館史資料センター。寄せ書きに対する評価は思いもかけないものでした。この時代にね、こういうものを持ってるということが驚きなんですよね。やっぱり戦時下で特にもう沖縄で負けてですね、もう本土空襲がもう頻繁な時ですよね。それでまあそういう時期にこれをねずっと持ってられたっていうことがね、私らの資料を扱ってるものからすると奇跡に近いですよね。やっぱりその青年のこう、まあ、私はよく好んでいてするんですけど、息吹って言いますかね、青年のやっぱりこう肉声がね
やっぱりここに現れているんだろうと。確かに寄せ書きには七章報告といった戦時下のスローガンとともに恋心をにじませた記述も見られます。豊昭のことを思い出すとき、女子挺身隊に君という人が存在していると考えるときもあろう。恋も人生の唯一の病なり、お懐かしい吉野さんともお別れする日は近づきつつあります。ラブレターはね、多分当時だって金剛ですよね。で、我々は捉え方としてはものすごい悲惨さだけを捉えるんですけど、やっぱり当時はやっぱり18、17、18の学生や子どもたちですから、当然青年らしい感情というのはあるわけですよ。で、そういう時にちょっとちらっと出会ったり話をしたりする機会の中で、やっぱり青年らしい恋心なんか持ったっていうこともあるな。大学の記録によると、立命館からは1944年以降464人が豊川へ動員されました。寄せ書きに名前がある学生は同じ寮に住むメンバーでした。そして調査研究員の斉藤さんは花子さんが当時配属されていた部署に着目しました。工学部、大きくは工学部でね、いろいろあと分かれてますけど、そこの職務にいたわけでしょ。そしたら学生たちはそれはもう噂になりますよ。そう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 、そこに定時でできた若い女性がいるということで、もうそれ多分なんやかんやで、ね、青年らしくなんか理由つけて会いに行ったりとかですね。そういうことなんだけど、庶務にいたから当然庁上で行く時には当然そこに行って手続きしますよね。まあ、お別れにじゃあ何か一筆書いてよみたいな話に、そういうことは多分堂々とできたんだよ。もちろん戦地に行くわけだから一筆書いてよっていうのは、だからお母さんが、ね、特別これを一冊持ってたっていうのも、そういうなんかことが考えられますよね。8月7日の空襲では寄せ書きのこの学生を含め立命館の4人が犠牲になりました。しかし寄せ書きに名前のある他の学生の消息については分かりませんでした。寄せ書きにしろ書いた人たちのやっぱ思いってものはやっぱり文章に書いたことと書けないことを表現できないものがあるってことも分かったし、やっぱその戦時下のそういう時の学生さんもやっぱ大変だったんだなってことが一番よく分かったね。みんなこうして座っとったけど、私は今日の飛行機の音が大きかったもん。私だけがこうして頭抱えてこうしとって、身が覚めたらみんな死んで私だけおった。こう世界では今も戦争起きてますけど、改めて戦争についてのそんな難しいことはこのばあば分かりませんけど、決してあってはならんことやけどね。同じ日、石川県内では6年ぶりとなる弾道ミサイルの避難訓練が河北市で実施されました。戦後78年、戦争の記憶が遠のく中で、この国では国防意識が広がっています。伝えていくことの難しさと、やっぱ伝えていかなきゃいかんことのやっぱ大切さと、それを継承どうしてどういう形を取っていくかって、これ考えるとね、ありがとうございました。なかなか難しいところもあるんですけど、それでもやっぱり伝えていかないと。